はい、ゲームコレクターのサケカンです。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはディズニーマジックキャッスルマイハッピーライフ2、バンダイナムコエンターテインメントが2015年11月5日に発売したタイトルで、定価は税抜き5690円。パッケージの表面を見るとね、まあ、真ん中にはミッキーとミニーがいて、あとは、これはシンデレラ城かな？うん。まあ、そんな感じのね、デザイン。まあ、なんか、なんとなくディズニーランドっぽい感じのイメージなんですが、それ以外のところはね、まあ、左上だと アナと雪の女王とか、まあ、まあ、その下だとリロ&スティッチかな？の、で、ところかな。で、その下は、これは、まあ、なんだろうな。ドナルド・ダックとか、こう、グーフィーとかの世界観かな。で、右上が、これはなんだっけ。あの、人魚姫の、なんだっけ、忘れたけど。で、その、右側がプーさんでしょ。で、その下はなんだこれ。フックかな。まあなんか、だからディズニーの世界観がいろいろとね、こう、わかるところに、ディズニーのキャラクターと一緒になんかちょっと、ミニキャラ的なね、まあ、プレイヤーキャラなんだけど、が一緒に混在してるような、あの、まあ、なんか夢の世界がいっぱいあるよ、的なね、イメージの、まあ、絵柄になってるかな、ってとこですね。で、上に、夢の世界がきらめき出すっていうのちょっとキラキラしてるイメージなんだけど、でも、別にキラキラしてる加工はないですね。で、右下には、バンダイナムコエンターテインメントのロゴがあり、左下にはセロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、側面を見ると、まあ、なんかお城がね、お城とあと、ミッキー風船かな、が、アイコンになっていて、で、ディズニーマジックキャッスル1秒。で、もう1秒がマイハッピーライフ2で、で、ちょっとグラデがかかってるようなね、まあ、タイトルになっています。で、バンダイナムコエンターテインメントのロゴがあり、セロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、きらめくディズニーの夢の世界で暮らすゲーム。ショッピング、冒険、魚釣り、カフェ運営、クリスマスなどの季節イベントや、アナとエルサのこれまで描かれなかった物語など、ディズニーキャラクターたちとの夢の暮らしを楽しもうということでね、まあ、いろいろこうキャラクターがいます。まあ、シュガーラッシュだっけ？のキャラクターとかもいますね、ここにはね。で、ディズニーキャラクター120以上なので、まあ、世界観だけ、世界観があってちゃんと紹介されてるところと、まあそうでもないんだけども、まあなんとなく絵柄的に出てくるとかね、まあいろいろな、あの、濃度の違いはあるけど、とりあえずディズニーキャラクターが120以上出ますと。で、暮らしの中で材料をゲット、冒険でお宝探し、熊のプーさんと畑で収穫、まあここでいっぱい稼げますね。で、素敵な衣装や家具を作ろう。ディージーの、仕立て屋とチップとデールの工房。まあ、ここでね、いろいろ材料を与えて物を作ってもらう。で、カフェを飾ってディズニーの仲間たちを招待しよう。アイテム3000以上。まあ、これ家具とか、作った家具をこう配置してね。あと、こう、服とかもね、それにデザイン合わせて全部統一させて、で、その、ディズニーキャラクターを呼んでくると、ちょっとこうパーティー、ダンスみたいなのができたりすると。まあそういうことですね。で、左下、ここに書いてあった。仲間たちと一緒にダンスを。これね。で、次が、きらびやかな、光のショーに参加しよう。BGM はエレクトリカルパレードも選べる。まあこれはちょっとね、エレクトリカルパレードというよりは、もう全体ですから、パレードじゃないから、もうそもそも。全体がそのディズニーのキャラクターの世界観ですから。あの、観客はいませんから。はい。で、右が、お気に入りの衣装でいつでも記念撮影。ということで写真撮ってますね。で、ジャンルが夢の世界で暮らすゲーム。プレイ人数が1人用。セーブデータ数が1。3D 映像の表示はありとなっていて、通信仕様はローカル通信で、すれ違い通信、プロフィールカードの交換とメダルの入手。で、任天堂ネットワークはインターネットで、プロフィールカードの交換、メダルの入手。で、いつの間に通信でお知らせの配信となっています。
で、コードが CTRPBD2JJPN と TRACTRBD2JJPN となっています。で、パッケージを開けると中には、操作ガイドとゲームカードと、チラシと初回封入特典が入っていて、パッケージの中面には、がっつり印刷がありますね。がっつり印刷があって、まあ一応枠から見るとキャラクターが見えるけど、実際はなんかあのパッケージ表面と同じ感じでね、ちょっと一つ一つが泡というかなんか、そういうところにクリスタルなのかな、まあ何かにこう入り込んでるような感じでね、いっぱいキャラクターがいます。まあこれで120とかにはなってないですけどね。はい。で、操作ガイドを見ると、まあ、これパッケージ表面と同じデザインだ。デザインで、若干配置はね、夢の世界がきらめき出すのね、文字の位置とかいろいろ、そこだけかな。まあ、ちょっと配置替えは若干ありそうですけども、まあ、そんなぐらいかな。で、開くと操作方法ということで、これは、Nintendo 3DS 本体ですね。うん。で、操作説明があって、ゲームの基本的な操作方法です。黄色の文字は冒険中の操作を表します。まあ、要は、フィールドでいろいろと作業して、で、ちょっと冒険入るとステージクリア型のアクションみたいになるんで、そこが、まあ、冒険中ってことかと思われます。で、右側の方には、紙の取扱説明書から電子説明書になりましたということで、電子マニュアルの、への誘導があります。で、最終ページは、バンダイナムコエンターテインメント公式サイト、バンダイナムコゲームステーション、あとセロ。で、あとアンケートのね、表記があって、コードが MAACTRBD2JJPN となっています。で、ゲームカードを見ると、これはパッケージ表面とかの背景から、だいぶこの、絵柄を抜いた感じかな？キャラクターとか背景とかのことがちょっと、それぞれ輪に入ってるね、別背景を全部抜いて、素の背景にしましたっていう感じのところにロゴが載っていて、LNACTRBD2JJPN となっています。で、チラシですね。ゲームセンターに続々登場予定ということでね、これは、バンプレストの広告ですね。クレーンキングですね。クレーンキング、バンプレストのクレーンキングで10月登場、ミッキーマウスとかね。12月登場、ミニーマウス。で、11月登場が、まあ、いろいろキャラクターがありますよね。ゲームセンターに続々登場予定。商品ごとにゲーム中でアイテムをダウンロードできる二次元コード付きとなってますね。で、コードが SCACTRBD2JJPN となっています。で、逆の面を見ると、一番くじミニですね。一番くじミニ、ディズニーマジックキャッスル、マイハッピーライフ2、ミニチュアショッチコレクション、1回398円税込み、11月上旬発売予定、全国のセブンイレブン店舗にてということで、まあ、これはあれですね。だから、ゲームの発売日が11月5日なので、まあ上旬だ、大体合わせた感じのね、ちょっとアバウトな感じにしていますけども、ここね、ゲームアイテムダウンロード二次元コード付きということで、ね、2種類セット、ミッキーなキャップとミニーなキャップがここで、この2種が必ずもらえるとなっていますね。まあ今更もう今更手に入んないけどね。はい、となっています。はい。で、初回封入特典ね。ディズニーマジックキャッスルマイハッピーライフ2初回封入特典。アナ風サマーコーデ、エルサ風サマーコーデ、オラフナコーデのゲーム内で使える衣装アイテム3種がもらえるダウンロード番号。
の、まあ、ダウンロード方法と書かれてますね。これ非売品ですね。はい。で、コードが SC2CTRBD2JJPN となっています。で、ちなみにこの初回封入特典が入っている場合には、シュリンクにこんなね、シール貼られてますね。初回封入特典、ゲーム内で使えるアナと雪の女王の、衣装アイテム、3種がもらえる、ダウンロード番号と書かれてますね。すごい細かく2行表記で書かれてるんで、見にくいですね。緑に白っていうのもあんま見やすくないんで、まあ子供が読めればいいぐらいなのかな。うん、まあちょっと詰め込みすぎって感じです。はい。で、一応コードが SHACTRBD2JJPN となっています。ただこれバージョン違いがあるかどうかってちょっと今のところ確認できてないですね。はい。まあ、もしかしたら初回以外でこのシールが貼ってないのはあるかもしれないけど、それで他のものがね、内容が変わってるかわかんないんで、ちょっと未開封品でこのシールが貼ってあるか貼ってないかっていうバージョン違いを探せるかどうかですね。めんどくさそうですね。はい。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。